い、どうも水舟独居作のトリですということで、今回ですけどもこちらレザージャケットを使ったコーデ紹介やっていきたいと思います。よろしくお願いしますということで、水舟東京南口店でこのように大量にレザージャケットが入荷いたしました。それに伴ってね、水舟東京オンラインショップでもレザージャケットたくさん入荷しております。レザー系のね、ヴィンテージジャケットとかオールドコーチとかね、レザー系の、まあ、かっこいいアイテム、スペシャルアイテムたくさん入荷してるらしいので、よかったらね概要欄にリンク載せてるのでオンラインショップもご覧ください。はい、今回ですけどね、今年めっちゃ人気ですよね、レザージャケット。いろんな系統の方合うかと思います。アメカジ系の方はもちろん、まあ、渋い系、ヴィンテージ系の方、まあ、あとストリートスタイルの人とかもそうですし、きれいめコーデの人がちょっとこうレザーコートとねシャツネクタイで合わせちゃいますとか、そういう方も多いかと思います。いろんなスタイルの方に突き刺さる、そういう便利アイテムだと思うんですけども、今回僕がねおすすめしたいレザージャケットたくさんある中で、今年流行ってるやつをおさらいしておくと、まず短丈ですね、短丈、短めの着丈、はい。まあ、これもね、これはパッチワークレザーになってるんですけども、よく見るとね継ぎはぎっぽくなっております。レザーとレザーとレザーとレザーをねこう継ぎはぎで、くっつけ合わせる、それがパッチワーク手法って言うんですけども、まあ、職人芸ですよね。結構最近の新品とかブランドさんがこういうの作ろうとするとすごいコストがかかるので、だいたい高いんですけども、古着屋さんだったらうちもね1万1000円ぐらいで販売しております。ちなみにこのね南口店のレザージャケット、相場で言うと8000円から1万2、3000円が多いです。で、高いやつだと2万円弱とかも出てくるんですけども、あんまりないですね、だいたい1万円前後販売してます。で、あとやっぱ外せないのはね、こういう A2 型フライト系のね、ジャケットになってます。 A2 とか G1 とかいっぱいあるんですけども、まあこの A2 とかになると、今年ね公開されたトム・クルーズさん主演のトップガンね、ありましたよね、トップガンマーヴェリックでしたっけ、あの映画でもですね、このトム・クルーズさんが着用してるということで、まあ、この A2 系のフライトジャケット非常に人気です。当時物とかになると、もう10万前後とかそういうクラスになるんですけども、まあ、A2 タイプ型のね最近の年代のものだったら、うちのお店でもこれは1万円で販売してます。いいですよね、ちょっと着てみましょうか。ここでね、今年はね結構この茶色のレザーとかもね人気が高いですね。ちょっと渋い系のスタイルの人とかが選ぶ人多くて、はい、こんな感じ、着丈シュッとしてて非常にクールですよね。だけども A2 のねいいとこは、こう身幅とかもゆったりしてるんで、まあ、スウェットとかガラニートとかパーカーとかで合わせてもかさばらないっていうので、着丈スッキリですごくこう綺麗な雰囲気で着れてるんだけど、タイトすぎないからこうカッチリしすぎないんですよね。そうやりすぎないぐらいのね感じで着れるので、まあ、非常にいい塩梅かなっていう。あとリブもついてるんで、やっぱ長いやつとかでもちょっとこう溜まってくれて、ちょうどいいサイズで着れるとね。古着屋さんのレザーちょっと大きいやつも多いじゃないですか、 だからリブがついてるレザージャケットとかになると結構キュッてなってくれるんで、ちょうどよくなるんですよ。でレザージャケット探す時のポイントなんですけども、まあ自分のね服装と相談するのはまず、まあ、第一歩目だと思うんですよね。アメカジ系好きなんで、まあ、ちょっとこう渋い系の着丈短めのやつ欲しいですとかね、まあ、そういう風にこうヤンワイトでいいんで、なんとなくこう色とかサイズの感じとかだけでも考えておくと自分で探しやすくなるのかなっていうのがまず1つ目で、2つ目がですね、本革を選べれたら選んだ方が僕は、おすすめです。っていうのも、本革と PU レザー、まあ、フェイクレザーですねと比べると、やっぱりね本革の方が長く着れます。年々と味の出る雰囲気もなりますし、正直こうレザー本革と PU レザーで並べた時に、結構こう革のクオリティっていうのは結構分かっちゃうんですよね。だから本革を選べた方が僕はおすすめなんですけども、新品で本革買うの高えよって思ってる方もいると思うので、だからこそこう古着屋さんだったらね1万円前後って安価で本革買えますので、うちも実際1万円前後で置いてます。もちろんね PU レザー PU レザーで大きなメリットたくさんあるんですよ。こう雨の日でも着れたりとか、まああとはその本革じゃない分ね、こう地球に優しいとかね、いろんな意味があるんですけども、古着屋さんのレザーに関してはもう生産されてるので、地球に優しい優しくないとか関係なく、もう生産されちゃってるから、本革選ぶことに罪悪感を覚えることはありませんし、もちろんこう革を安価で買えるっていうメリットもありますので、僕個人的にはやっぱりフェイクよりは本革を選べた方がいいと思います。やっぱねフェイクレザーよりかは本革の方が高くはなっちゃうんですけど、古着屋さんでも。でもやっぱこう長く着たいよとか、より格をつけたいっていうね、あの人本革着てるなってね思われたいっていう方はちゃんと選んだ方が、長い目で見たら結果的にコスパいいのかなって思います。買い替えも必要ないですし。で本革の見分け方なんですけども、まあ、慣れてきたらもう見ただけで、あフェイクだなとか本革だなって分かるんですけども、分かんない方は触ってみてください。
ポリエステルの質感が強かったら大体フェイクレザーになってきます。でこれはラムレザーつって、あの柔らかめな本革にはなってくるんですけども、まああと牛革とか分かりやすいかな。牛革とかは、牛革とかはね、こうちょっと固めでちょっと強めな生地ですね。でこう見た目的にもこの革、まあ、肌のような質感がね、よーく見るとあったりします。これも分かりやすいですね。スウェードレザー、スウェードっていうのはね、本来レザーの裏地を指す言葉になってくるんですけども、レザーの裏地ってね、実際このようにこうちょっと肝がかったような、こうなんていうんですかね、毛羽立ちのあるようなレザーの感じになってます。でそれを表向きに作るジャケットを、スウェードレザージャケットとかって言ったりするんですけども、見た目がね結構こう個性的なので分かりやすいかなと思います。これも非常に渋くていいですよね。あのこれも本革なんですけども、これ何革でしょうか皆さんね、はい、何革かな、何革かと言いますと、これはピックレザー豚革になります。豚革もね、こう普通の牛革とかラムレザーと違って、まずテカリがないです。ちょっとマットな質感のレザー、スウェードレザーとかにね、なんとなく雰囲気が近いと思います。でよく見ると豚革ってちょっとごめんなさい、生々しいかもしれないんですけども、豚のね、あの肌感、肌の質感が出てるんです。ちょっとこう毛穴っぽいのがあったりとかですね、ちょっと分かりづらいかもしれないですけど、よーく見るとほんのりね、こう毛穴みたいなのがあるんですよだからこう一番肌の質感が出てるのが豚革になっております。で柔らかさの順位で言うと、最初にあったラムレザー、これラムレザーは軽くて柔らかい本革なので、レザー初心者の方に非常におすすめですね。結構こうぎこちなくならないっていうか、こう質感的にも肌に合いますし、まあそのレザー硬いとか重いとかっていう理由でちょっとこう断念しちゃう人とかも多いと思うんですけども、そういうのがねクリアされてるんで、このラムレザー非常におすすめで、次がこのね豚革とかかな。この辺とかも柔らかい方だし、見た目もこう光沢感強すぎないんで優しいんですよね。だからこう質を強すぎず合わせやすいっていうので、ラムレザー豚革っていうのは非常におすすめです。で誰よりもクールに、もうレザーを勝ち込みたいという人はもう牛革を選びましょう。一番重くて硬いです。なので肩凝ります、正直。ただ一番こう男性の方に関心になっちゃうんですけど、男らしさ出ますよね。一番こうパンチのあったりロックな感じが出たりとか、はい、で大体こうダブルブレストのレザージャケットになってくると、まあ、ライダースですね、ライダースとかになってくるとこうあの牛革が多いんですね、はい、牛革で、レザー特有の、牛革特有のですね、音を楽しめます。わかります?この着た時にね、この革と革が擦れるこの音が、あ、牛革だなってなるんですよ。革好きな人からしたらもうこれがたまらなかったりするんですよ、やっぱり。そんな具合でですね、いろんなレザーの特徴をご紹介しました。で最後にレザー、やっぱりこう見栄えだけじゃちょっと分かんないです、これ本革かフェイクか分かんないですっていう方は、最終手段ね、確実に分かる方法がございまして、この内タグですね、内タグ、あ、こちら内タグがございます。ここにですね、はい、ちょっとこれ分かりづらいかもしれないんですけども、ここにねシェル 100% レザーって表記されてます。はい、この素材表記で 100% レザーとか、あとねよくあるのがジェヌインレザーとかね書いてあるものが本革になります。でここシェルの部分がポリエステルとかっていう表記だと、だいたい PU レザー、まあ、フェイクレザーになってきます。シェルっていうのがこの外側の意味です。でライナー、これナイロンって書いてあるんですけど、ライナーっていうのが内側って意味です。でここ間違いないように、シェルがレザーであれば本革です。まあ、ヴィンテージのレザージャケットとかになっちゃうと、内タグの素材表記とかが欠損してるものとか、そもそも書いてないものとかもありますので、その辺になってくると、まあ本当見た目だけで判断しないといけないんですけど、まあヴィンテージフェイクレザーってあんまないので、はい、最近のレザージャケットとかになってくると、こう内タグさえ見ちゃえば最終手段確実に本革かどうかを見分けれるっていうことなので、はい、皆さんこのねポイントはぜひ覚えておいてください。そんな感じでね、今回本題である、レザージャケットのコーデ紹介やっていきたいと思います。
い、最初のコーディネートに着替えてきました。まず最初にですね、今回登場するこのレザージャケットたちは水車東京オンラインショップで販売しているアイテムでございますので、気になるアイテムございましたら概要欄のリンクから商品ページ飛んでチェックしてみてください。はい、まずね、ちょっと僕の今日の私服に合わせてるんですけども、まずこれめっちゃかっこいいレザージャケット登場しております。はい、これはね、60年代から70年代頃のヴィンテージのレザージャケットになっております。これすごい切り替えで、この胸元は多分ね、ラムっぽいレザーになってるんですよね。胸元と袖口かな。で、このショルダー部分から袖にかけて、あとこのフロントかな、この茶色い部分、茶色い部分がこのスエード系のねレザーになっていると、めっちゃ渋いですよね。はい、本革のパッチワークというか、まあ、切り替えレザーですよね。こういうなんかね、あのレザーっていう高級素材を別々のレザー同士をくっつける、この美味しいジャケットっていうのは本当にもうね、もう今新品作ったらいくらなっちゃうのっていう、そういうクオリティです。でそれを60年代頃から70年代頃のね、古い年代で作ってくれてるっていう、この喜びですよ。もうめちゃくちゃいい。結構最近タレントさんとか俳優さんでもヴィンテージものをね選ぶ方多いと思うんですよね。特にデニムとかレザーとかシルバーとか、そういったものは多いと思うんですけども、まあ、そういうね、高級感ある、もう本当それこそタレントさんに着てほしいような、そういうジャケットですよね。もうちょっとここまで渋いとね、もう前締めたくなっちゃいますね。でこれ嬉しいのが、まあ、70年代頃特有なのかな、このスナップになってるんですよ。スナップ、やっぱレザーって革自体分厚い素材なので、こう靴のボタンとかと、あの糸とかが負けちゃうんですけども、スナップボタンっていうね、すごいね、しやすいんですよ、ボタンの開閉が。はい、今お伝えしたように普通のねプラスチックとかのボタンだと、まず糸が負けちゃうからボタン取れちゃうっていうことも多いですし、何よりも革にボタンを通すのって結構しんどいんですよね。そう、硬いから。だから締めづらいし開けづらいっていうのがあるんですけども、スナップボタンなのこれ。そう、めちゃくちゃいいんですよ。でもこれもう俺サイズ良すぎて、こう正直欲しいです。はい、私俺欲しいです。はい、次のコーディネートに着替えてきました。まずね、次のジャケットがですね、これ多分70年代前後ぐらいのオールドレザージャケットになってます。これもラムレザーなので、ちょっと優しめな質感になっておりますと。で、襟長いからね、こう70年代かなと思ってたんですけど、若干身幅とか着丈の感じからして、なんかね、こう70年代っぽくないとこも多かったりして、僕はなんかこうオールドレザージャケットってちょっと呼ばせてもらうんですけど、細かな年代がちょっと分かりづらいジャケットです。で、まあちょっとこうでも70年代テイストなね雰囲気が出てるので、全体的にはセブンティーズアイテムで合わせてみました。中に着てるのがこれベージュ系のね、70年代のウエスタンシャツになってます。こんな感じでヨークとか入ってるタイプのね、よく見ると若干柄っぽくなってるんですよ。よく見るとレザーアイテム合わせ困ったらシャツ系もね非常に相性いいので、まあ、こう襟になっても全く問題ないです。はい、こんな感じで合わすことは僕多いです。黒とベージュで今ねトップス合わせてるので、パンツちょっと色味入れようかなっていうので、これ70年代のフレアのスラックスになってます。独特なね、こうポリエステル素材の、はい、ワインレッドカラーでいいですよね。でこれ革靴流してもよかったんですけども、最後ちょっとスニーカーで外してます。これバンズのオールドスクールなんですけども、なんかこう買う柄みたいになってますね、牛柄で。こんな感じで全体的にこうタイトな着こなしなので、ちょっと色味で遊ぼうかなっていう、そういう着こなしになっております。はい、次のコーディネートに着替えてきました。いかがでしょうかね、こうレザージャケットをヒップホップスタイルで合わせる系統でやってみました。まずね、上に着てるのがこのレザージャケット、パッチワークレザーになっております。結構レザー好きの界隈でもですね、こうパッチワークものっていうのは非常に人気が高いです。でヴィンテージ系のね、系統の人とかもパッチワークレザー、好きな方ね多いんじゃないでしょうか。こちらもですね、オールドタイプのレザージャケットになっておりまして、で中に着てるのがですね、これクージー、はい、3D ユニットのね金字塔的なブランドなんですけども、はい、最近ね芸能人もね着用率の高いクージーニットになってます。 3D ニットですね、まあ、こういうね柄のニットとか合わせる時とかもレザーめちゃくちゃ相性いいので、逆にねこういう派手なトップス買っちゃったんですけど、何のアウター合わせたらいいですかって悩んでる方はレザー系意外といいですよ。もうレザージャケットって、まあ、僕ポン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 こうやって組み合わせてますけれども、レザーどうやって合わせたらいいのかみたいに難しく考えなくて大丈夫です。もうこれなんて黒のジャケットですからね。はい、茶色だったら茶色のジャケットってだけで、まあ、テカってるだけなんで、基本的にはシンプルな色味なんです。これも単色の黒、黒で合わないもの何ですかって言われた時に、合わないものなんだろうってなりますよね。それと一緒で、もう黒のテカってるアウターって思えばもう何でも合うんです。
でもこう柄物とか合わせた時もすごいしっくりくるじゃないですか。もう逆にこの柄が合うんだったらもう何でも合うよねってなりますよね。この色のスウェット合いますか、この色のシャツ合いますかとかね、考えなくていいです。もうこれ合うんだから。見てください皆さん、これ何色入ってると思ってるんですか。これ何色入ってるんでしょうね。はい、このニットですら合うっていうことだけを皆さんにこれお伝えしましたので、もう何も怖がらずに合わせてみてください。もう完璧でしょね。この柄物もですね、この黒のねレザージャケットのこう隙間から見えた時に非常にこうインナー映えすると、はい、非常にクールじゃないでしょうか。でパンツですね、これパンツ、これリーです。あのリーなんですけども、のペインターパンツですね。はい、リーのペインターデニムということで、まあ、全体的にねかなりルーズなサイズ感で選んで、先ほどお伝えしたように90年代スタイルで合わせております。まあ、僕これハットかぶってるんですけど、これバケットハットだと思ってください皆さん。バケットハットです、これは。はい、バケットハットで合わせたら非常にかっこいいですよね。はい、でこれスニーカー先のねちょっと着回してますけども、こんな感じで合わせておりますと。はいはい、ということで皆さんいかがだったでしょうか。今回はねこのレザージャケットを使ったコーデ紹介ということでやってみました。まあ、コーデ紹介にプラスで今回はねレザージャケットについてもうちょっとね喋れたかなと思いますので、まあいろいろとよかったら参考にしてみてください。はい、まあレザージャケットね、これからねこう気持ちよく着れるシーズンだと思いますので、まあ探してる方も実際毎日のようにいらっしゃいますね。これから挑戦したい方、あるいはね持ってるけど組み合わせ方どうしようみたいにね迷ってる方とかも、よければね参考にしていただけたら非常に幸いでございます。何度もお話ししましたが、今回スウィッシュ東京オンラインショップでもレザー系のアイテムたくさん入荷してますので、よかったら概要欄のリンクからそちらもチェックよろしくお願いします。はい、そして私ソロの SNS も各種リンク載せてますので、個人 YouTube チャンネル、 TikTok、Instagram などなど僕の日常やファッション関係気になる方、よかったらそちらもぜひチェックよろしくお願いします。そんな感じです。今回の動画は以上になります。次回の投稿でお会いしましょう。 See you next time!